俺的センベロ晩酌、まあ、これで2000円やから、もうビールを起点に考えました、うまい。どうもラドウです。今回は珍しく宅飲みします。今日やるのは俺的センベロ晩酌セットセブンイレブン編ということで、まあ、コンビニいろいろありますけども、まあ、みんながね、こう真似しやすいように、セブンイレブンのものを使って、セベロセットを2選考えました。まあ、1個はビールを起点にして考えたものと、もう1個は、ハイボールを起点にして考えたんで、まあ、参考にしていただいて、もしよかったらそのセベロセットを試してみてもらったらなと思うんで、今日はそれをやっていこうと思います。じゃあ、早速準備します。はい、ということで、今回俺が考えた、センベロセットがこちら。まあ、こう2つあるんやけども、まずこっち。もうビールを起点に考えました。焼き餃子。そして俺がねプライベートでめっちゃ食べて美味しいなと思ったこの和風ハンバーグと、食べたことないねんけどすごい気になったんでこれ選びました。鶏皮揚げガーリック、そして朝日日本と、これでお値段なんと1003円でございます。はい、すいません、3円超えました。まあ3円ぐらいはね、もうほんまもう誤差ということで、まあいいでしょうっていうので、これにしちゃいました。まあ、正直、このビールを、今回生にしてるけども、まあ、発泡酒とかにしたら、もちろん1000円以内にはなるんやけど、まあ、どうせなら、やっぱ仕事終わりとかにこう、ビール飲んで、それに合うのを食べてっていうのをやりたいなと思ったので、そこはまあ、3円ぐらいやったら、妥協せんでもいいんじゃないかなと思って、これにしました。そして、続いてのセンベロセットがこちら。これね、ハイボールを起点に、まあ、やっぱり糖質とか、そういうのを気にしてる人も多いと思うので、飲めるし、食べれるけども、比較的体にいいものを選びました。で、僕がまたこれ個人的にめちゃくちゃ大好きなサバの塩焼き、これちょっと300円ぐらいするんだけどマジで美味しいから、これぜひ。そしてザーサイ炒め、すごいよカロリー、これ一袋ね、一袋 75g 入ってるんだけど 23kcal っていう爆発的な低カロリーです。で、もう一個は、ダイエットの味方というのも過言ではない完全栄養食とも言われる、卵ですね。まあ煮卵、これ2個入りにしました。こっちは値段がなんと994円。安いね、すごない？これさ、今寿司三昧みたいになってるけど、まあ、これで2000円やから、やっぱね、まあ、外で飲むのもいいねんけど、やっぱ宅飲みのコスパはすごい安いなと。まあ、ここからは僕がまあいろいろ食べて、飲んでいくっていうだけなんですけど、ちょっと今食べてみしていこうと思います。はい、ということで準備が完了しました。これです。どうですこの感じ、結構なボリュームやで。これで2つ合わせても2000円って考えたらまあ安いで。まあいろいろ内訳を言おうと思うけども、とりあえずもやっぱもう先に飲みたいんで、先にすいません、いただきます。まずはやっぱり生で、こんな昼間からどうでございます。うまい。いや、自分で選んどいて言うのもなんやけども、結構いいラインナップじゃないですか。で、まあじゃあちょっと一応説明だけしていくと、これね、改めてビールセットなんやけども、説明していくと、これスーパードライは1つ198円なんで、396円で、これ焼き餃子がまあ安くて、こいつ5個入ってないんで128円なんよね。でしかも冷凍も効くから保存がすごい長く効けると。で、鶏皮揚げガーリック、これが160円、これだけでビール進んでたけどねいう感じになってます。じゃあ食べます。じゃあまずハンバーグね。いやこれさ、結構分厚くて結構な肉厚なんよね。これもうジューシーでめっちゃ美味しいと、たまたま買ったらこれが美味しかったんで、はい、こんな感じになってます。でこれを、ソースつけて食べると。じゃあいただきます。うまい、ほんまにハンバーグがめっちゃ柔らかいね。まあ、お酒飲まへん時でもこのハンバーグはね、一回ご飯のお供に食べてみてほしいね。ほんま俺的にはすごいこれ美味しかったんだよね。じゃあ次は鶏皮揚げガーリックいこうかな。こいつがな、未知なんよな。やけど結構安いからさ、まあね、160円やからいい当てよね。まあこんな感じになってます。まあ結構大きさは結構バラバラやけど、マジでザ・ビールって感じやけど、うん、なるほど、めっちゃ後からニンニク香るな。これはビールやわ。味付けが濃い、ビールの当てじゃ。ただまあこの鶏皮結構油多いから、レンチンした後にキッチンペーパーで拭くといいかも。なんかもし俺が次やるやったら、キッチンペーパーで拭いた上で最後ちょっとオーブントースターとかでカリッてさせるかな。なんかそしたらもっと美味しくなりそう。ただまあベースは美味しいんで、まあビール飲む人はぜひお供に選んでみてもいいんじゃないですかね。よし、
早い、もうこんぐらい今見えへんと思うけど。はい、で最後ね、この焼き餃子ね、まあこれ5個で128円やから、まあめっちゃ安いよね。ちょっと今さ、これ友達にして撮影してないけど、あのまさかの、 あのお酢とか胡椒とかあまり調味料がなくてですね、で俺いつも餃子食べるときはいつもよく言ってるんやけど、酢胡椒で食べる派なんやけど、まあ今回ないんでこれはそのままでいきます。いやねんけど、酢胡椒できる人はほんまにあのめっちゃ美味しいので、あのぜひそれで食べてみてください。まず一旦ちょっとそのままで食べます。まあ100円ちょっとのクオリティではねえな。なんで100円ちょいでこれが実現できるかわからんけど、まあ嬉しいのが、まあこれ餃子もハンバーグもないけど、もうこれ容器がこれやから正直このままできるんよ。だからこの2つに関してはもう別にお皿とかも出さんでもいいから、このまま食べてこのままポイできるっていう感じになってますっていうので、これで1000円ということで、よければ試してみてください。じゃあまだちょっとまだね、ビールセット残ってるけど、一旦まず次ハイボール紹介します。はい、ということで次はハイボールセットです。こちら、改めて紹介していきますと、この角ハイボールは、1本189円ですと、ザーサイがね118円で、半熟煮卵2個で150円、安い。そして、サバの塩焼き268円と、比較的低カロリーで、まあ魚はね、まあ、脂質あると言われてるけど、魚のあの油っていうのはすごい体にいいと言われてるから、全然その食べることが NG というのはないので、今回これにしたんで、今日はこれ食べていこうと思います。じゃあ、はい、いただきます。このお店ではなかなか味わえへんこのシュッポンと音、なんでこんななんかこうテンション上がるのね。ちなみにね、このハイボール、俺はこれ普通に角ハイの7パーにしたけど、これ濃いめの9パーにしても値段変わらへんのよ。だから、いや私、俺はもっと酔いたいぞって人は値段変わらんから濃いめにしてもいいし、まあ、最悪1000円超えてもいいやったら、あの濃いめのロングとかすると、まあ、幅が広がると思います。よし、じゃあまずサバからいくよ。サバもな、これ柔らけえし、しかも量も結構あるし、何よりこのほぐれ具合とかちょうどいいよね。今回は、醤油で、まあ、ポン酢とかある人はポン酢でもいいかもね。いやこれね、マジで、まあ、こっちも酒抜きにしてもマジで美味しいから、まあ普通のお供とかでもよければ食べてみてください。いただきます。はい、うまい。以上。ああ、ハイボールなんか噛んで飲んだらこんな濃いっけ。セブンイレブンのサバシリーズは、まあ、この塩焼き以外にも、まあ、味噌だったりだとか他にもあるんやけど、個人的には塩が一番好き。あの味噌とかも美味しいんやけど、やっぱ味噌の味が強いから、ちょっとサバのこの美味しさみたいなのがちょっとこう潰れちゃってるのかなって個人的には思うから、あのまずセブンイレブンのサバのうまさを堪能するんであれば、この塩焼き食べてみてくださいな。ほんまに美味しいから。よし、まあ続いてザーサイもいこうかな。まあザーサイはもう言うまでもなくやろうけど、でも118円なんやけど、にしてはよ、すごい量やね。まあいただきます。うん、なんか特に言う必要ない、もう安定的な、あの皆さんがお店とかでよく食べるようなあのザーサイ、至って普通に美味しい。でもザーサイってこんなカロリー低いんやね。やっぱハイボールってすごいよね。なんか食べてるんやけど、それが全部なかったことになるんやね、口の中が。はい、じゃあ次煮卵ね。どうなんやろ、結構半熟で結構いい感じなのかな。おーおーおー、まあ、ちょっとあれやけど、でもまあ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 綺麗な半熟やで。これこの煮卵はね、絶対酒にもう合うから。はい、うまい。ちょっと言いたいこといろいろあるけど、ちょっと待ってくれ。ポイントその1、半熟具合が完璧、ちょうどいいトロトロ加減ですね。あとね、この出汁がな、濃すぎひんのよ、ちょうど。だからあんまり煮卵ってつけすぎるとちょっと塩辛くなっちゃったりとかで、ちょっとうってなるんやけど、ちょうどええわ。久しぶりに言うけど、整う感じやな。うまいわ。まあっていう感じで、まあこれがちょっとセンブルセットっていうね、まあちょっとまだ残ってるんで、まあちょっとここから普通にもう食べ飲みしたいと思います。あのさ、食べてと思ったのが、まあコンビニってやっぱいろんなんがあるから、まあ今回はあくまで俺がビールを起点にと、じゃあハイボールを起点にセンベロのセット作られたらこんな感じかなと思ってやったけど、多分見てくれてる人の中には自分なりのセンベロセットみたいなのが多分あると思うよね。でもしそれあったらめっちゃ教えてほしくて、でこのセンベロセットええなとか思うのがあれば、まんまそのセットを使わさせてもらって、まあセブンイレブンで、センベロセット第2弾っていう感じで、まあ、やるかもしれんし、まあ、あるいはローソンとかでもいいし、もしあればあのめちゃ気軽にコメントで教えてください。多分俺が知らんだけで埋もれてるすごいこう美味しいやつとかいろいろあると思うから、まあお酒もしっかりやけど、なんでよかったらぜひコメントくださいということで、はい、じゃあまだ飲み続けます。
します。いやー食べるの見したよ、これ見て。まあこれもうちょっと残ってるんやけどね、もうほとんどそれ以外、あの卵とこれ以外はもう食べました。まあまあ2人やけど、2人で2000円やけど量めっちゃ多いわ。コンビニマジですげえなって改めて思いながら食べてましたけど、いやすごいわ、コスパがいいわ。まあもうね最後なんで食べて開けたいと思います。いやー食べた。でね、まあ一応最後これ終わったんやけど、最後この、まあ、煮卵のこの汁があって、これまあ一応ベースが和風だしになってないけど、俺の予想多分これちょっとお湯とかで割ってネギとか入れてスープにしたら多分美味しいと思うから、これでちょっと最後締めようと思います。じゃあとりあえずお湯入れていこうかな。はい、ということでこんな感じになりました。よし、まあ和風スープですね。どんなもんだろうな。まあとりあえず飲んでみよう。うまっ、これ完璧。煮卵そのままいくと最後締めにもなるわ。これマジ真似して、シンプルやから、まあ、ネギなくてもいいわ。飲んだ後にこれマジで神。はい、ということで、今回セブンイレブンを使った、俺的晩酌せんべろセット以上になります。まあ、どうやったかな、この今のね、直高酒場では初めての試みだったんで、まあ、どうなんかなっていうのはあるけども、コメントで感想ください。今日の動画を参考にして家の晩酌を良ければ充実させてください。じゃあ以上、直高でした。